おはようございます。星野瑠璃です。2023年、札幌賞のデータ分析予想ということで、金馬クラシック以上に混戦なのがボ馬クラシック路線となっておりまして、今年の札幌賞はかなり人気が割れそうな感じになっています。大荒れになることも多い札幌賞なだけに、しっかりとデータを分析して、 的中を目指していきたいと思います。この動画ではデータを中心に紹介していきたいと思います。まずデータその1。トライアル一着馬弥生賞スプリングステークス、若葉ステークスの一着馬のどれかは過去10年で7頭が馬券に絡んでいます。 トライアルレースを勝った馬は必ず勝っておいた方がいいです。今年登録している該当馬は、ヤヨイを勝った馬がダスティエラ、スプリングステークスの勝ち馬がベラジオオペラ、若葉ステークスの勝ち馬がショウナバジットになっています。続いてデータその2。 共同通信配組。近年で高層場がたくさん出ているのが共同通信配組です。2011年以降で11頭が馬券に絡んでいるんですが、11頭中9頭が共同通信配で連帯している馬でした。連帯していた馬は共同通信配で 一番人気だった馬なので、連帯していた一番人気だった馬が狙い目になっています。今年登録している共同通信配組は、ファントムシーフ、タッチウッド、ダスティエーラ、ウィン・オーディンの4頭となっています。1着のファントムシーフと2着の タッチウッドは狙い目の馬になっているんですが、4着のタスティエラは2番人気で、5着のウィン・オーディンは10番人気の馬ですので、放送条件には当てはまりません。続いて、データその3。前奏、重症、勝ち馬。 前奏で重賞を勝った馬は毎年馬券に絡んでいます。重症を勝った馬の勢いに期待できるということです。今年登録している前奏重賞勝ち馬は、エラジオオペラ、ダスティエラ、ファントムシーフ、クリームパクシー、ゾウルオリエンスの5頭となっています。 続いて、データその4。重症勝ちのある3勝馬。3勝していて、さらに重症勝ちのある馬が毎年馬券に絡んでいます。右側の数値は連帯率になっています。過去10年で17頭が馬券に絡んでいるんですが、17頭中11頭が 連帯率100%の馬でした。今年登録している馬で重症勝ちのある3勝馬は、ベラジオオペラ、ファントムシーフ、フリームファクシの3頭となっています。この中で連帯率100%の馬は、ベラジオオペラとフリームファクシの2頭となります。 続いて、データその5。前走重賞一番人気。大歌賞もだったんですが、混戦でも前走の重賞が一番人気だった馬が毎年馬券に絡んでいます。16頭が馬券に絡んでいるんですが、そのうち14頭が連帯していて、10頭が 一番人気で重賞を勝っている馬でした。今年登録している馬で該当馬は、トップナイフ、フリームファクシー、セブンマジシャンの3頭となっています。この中で連帯している馬は、トップナイフとフリームファクシの2頭となっています。 でデータの紹介はここまでとなりまして、ここからはまとめに入りたいと思います。今年のサツキ賞は、どの馬が一番人気になるのか、全然わからないといった状況になりました。おそらく、共同通信杯を買ったファントムシーフか、もしくは、京成杯を買ったソウルオリエンスあたりが一番人気になりそうですが、 それでもかなり割れた人気になりそうです。今年の出走メンバーは、物差しで比較してみると、ポープフルステークス組は、勝ったズラエレーでは、サツキ賞に出走しましたが、トースポハイでは上位3等に完敗しているという感じになっていて、そのトースポハイ組は、その後のレースでいまいちの成績ですし、 ホープフルステークス3着だったキングズレインは毎日杯で大敗してしまって6着のセブン・マジシャンはババが悪かったとはいえスプリングステークスで掲示板すら乗れませんでしたファントムシェフもホープフルステークスでは4着とはいえペースを考えるとキングズレインに刺されたのには不安が残ります ケイ杯を勝ったオール,ソ,オールソールオリエンスはまともに走っていないのに楽勝だったのでかなりの大物感はあるんですがそもそも勝ちタイムが遅いのでもう一レース見てみないと大物なのかどうかというのは判断しづらいところがありますし2着だったオメガリッチマンと3着のセブンマジシャンのジソが 全然ダメでしたので、メンバーレベルが低かったのは間違いないといった感じになっています。こういったことから、今年のボバヒクラシック路線は、競馬場や馬場状態やペースでコロコロと着順が変わるほど能力が拮抗している馬がいますので、当日の馬場状態まで含めて、ギリギリまで買い目は検討した方が良さそうです。 現状はデータ的には前奏一番人気で連帯しているトップナイフとファントムシーフに期待したいなという感じなんですが、サツキショーはおそらく G1 の中で一番関東馬が活躍している G1 なだけに関東馬の中から選びたいなという気持ちもあります。まだ全く予想が固まらない状態なので、また週末までにしっかりと 分析して最終的な予想は枠順が出た後、金曜日に動画を出したいと思っております。そちらの動画も参考にしてみてください。じゃあ、こんな感じで2023年、つき賞のデータ分析予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またね。